はい、配信始めました。もう、もう悪口言えません。ツイッターに貼ります。なんか音楽流したいな。なんかないですか？いや、大丈夫です。僕ぐらい、10人ぐらいしかいないんで。もっとなんか報告されなんかないですか？たまごっちでも流しとこうか。ふわだりっち配信っつってたまごっち流しとったら、まあまあがいいじゃん。たまご、たまご、たまごっち、毎日大好き。あ、たまごっちオープニング集っていうのがある。24分。あれってないんですか？ BGM みたいな。8割じゃなくてなんだっけ？ちいかわか。あ、そうなんですか。え、ちょっと待って。なんで？なんで俺のデッキ26枚になった？外事すぎ。スノール入れましょうよ。え、理由ですか？かわいい。ちょっと俺も正直理由は分かんないっすね。いや、間違いない。あんまなんかそれである理由が何にもないんですよね。そうっすね。そうなんですよね。消化性工事のやつとか何にも意味ないし。外実、向こうのやつが立った後に、龍炎とかマジで。あ、でも龍炎とか、意味ねえわ。だって爆野初動だったらひっくり返らんやんけ、スノールで。かっす。意味ないやん。重複絡められて適当になんか踏まれた後、もうま、あれやん。龍炎かなんか取って負けるやん。爆野龍炎、さよならや。何のメタにもなってないわ。場に出てくるトークンがひっくり返らんのがもうまず相性悪すぎて。サイド何でしたっけ？一世のトーロンギか。ロンギ、ロンギ、ロンギチ。無理ですか？ロンギ、ロンギ、ロンギチ。何でしたっけ？アーゼウスと、エクシーズ隊？ちゃうわ。アーゼ2枚か。で、アセンブリナイチンが。シュライグが入ってない。ドラグマ要素が抜けて全員消えてった。アクセスレーンか。じゃあ今度の CS これ使います、僕。はい。いや、もうだって。 いや、でもコトさんは割とファンダリーズ、あれっすよ。そんななんか悪いとも思ってない、多分。そもそもシャドールが相性悪いから。まあでも俺そんな相性悪いと思わないんですよね、世の中がなんか言ってるより。普通になんかシャドールが決め打ちでアプカローネル地図無効とかキモいし。普通にキモい。なんかハンドに、あとなんかロビーナ召喚チェーンでアプカローネを融合召喚したら、イーグルンのとこに止まるんですよ、アプカローネが。そうなんですよ。ターンプレイヤーから組むから、チェーン1イーグルン、チェーン2がアプカローネになって絶対止まっちゃうんですよ。え、キモくないですか、めっちゃ。いや、そう。だから、結局なんか、
相性ってそんなないかなって思ってて、確かにシャドウリフュージョン強くは打てんけど、別に普通に融合すればいいし、なんだっけ、ネフィリムでドラゴンで地図割られるのきついし、え、強いっすよね。そう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 、結局なんか変わらん。たまごったまごったまごっち、たまごったまごったまごっち。どうも、はじめまして、デストロイフェニックスガイです、よろしく。え、もうなんでホストが認識できんカードな。ちょっと待って、これちょ一回アップデートします。なんかおかしくなった。あたおか、え、なんでなんでこんなバグり散らかしたんや、リエス。え、なんか他の人もなんかバグっとんちゃうんかな。あ、不安だリーズのあれがおかしいんやけど。なんか今日なんか2回目ぐらいなんですよね、これ。BGM が悪いかな。あれ？なんでメイン42になったんや。 42？ なんか1枚太った。なんで？ストーリー1でいいか。ストーリー2か。ストーリー何枚でしたっけ？ 2？ああ、そうか。エンペンと未知の風が入ってるけど、デブットンや。エンペン1でいいか。無限ホイル減らすか。ピンでいいや。マサセ止めれればええわ。一斉の卵ったまごったまごち。卵ったまごったまごち。そうっすね。はい、よろ。北線香は海中は、あー、これでアトラクター未知の風のドローから入らないか。え、これやはり弱。お願いします。え、これストーリーまで返します。これ、えは、俺の未知の風のマリガン効果に、え、マジっすか。え、なんで、あれ、これいけました。ちょっと待って、俺未知の風のマリガンに初めてうらら打たれたわ。いや、そもそも戻すカード見せんからうらら食らいました。無限法。まあ、ライザー、ストーリー両方戻すんじゃないですか。うん。え、これアトラクター打ちます？打たんでいいか。打たんでいいか。スタンバイに打ちます？もう。待っていいか。なるほど。ガンマ食らったら狭いっすもんね。昨日の同じぐらいの時間帯にこの人と当たった気がするわ。何やったかな、なんか戦闘機だった気がするよな。戦闘機無理じゃないですか、ちげえ。いやー、これ無限包容チェーンアトラクターかな。無限チェーンアトラクターかな。メメッチサークル、え、あのサークル除外してやるよ、おい。はい、チェーン。サラマンじゃねえか。
除外してくれ。多分きつい。あのベイルリンクスとかジャガーが使えんくなるかな。ガゼルも多分うんこになる。あれ墓地をクリアから、やった、あのサークル二度と帰ってこん。俺は特感で拾うけどな。多分無理っすね。うん、多分無理っすね。このまま殴って終わりだと思います。え、これこれこれマジ、これさすがにマリガンした方が強そうだけどな。いやでもストリーライズ上から何が見えるかやな。メイン2エンド伏せもない。わ、地図は熱いな。マリガンは後でいいか。地図ストーリーから入っていいかな。地図ストーリーで何持ってこようかな。ロビーナでいいかな。あのうらら除外しとこ。危険アイテムやけん。あー、アトラクターの方がいいかな。いや、うららでいいか。自分相手の墓地っす。ん？デッキの一番下っす。はい、下に戻すやつ。強いっす。え？あ、え、待って、これアトラクター引いてこれるんか。これやばいな。え？待って、これ、いや、これ入れましょう。これいるわ。え？てかこれ今水しかおらんわ。待って、うららやめてよ。おー、お前2枚目じゃねえか。え？ってことはアドバン召喚しますよ。未知の風の効果。ロビーナの方が良くないですか。あ、でもロビーナダメか、回収したんか自分。そうか、ライザーで風オーラ、いや風はなくても戻せる。何戻すんですかこれ。え、でもこれで、あ、これ自分でいいんや。自分と、そうっす。あ、やばい。これはやばいっすね。いや、一応アトラクターは引いてこれる。墓地を一番上に戻す。ただ、ドローがやばいことになったけど。これアトラクター引いてこれる。めちゃくちゃ弱くなった。さすがに怪しい。いやでも未知の風でもう、いや、イグルみたい。いやでもこれあれやな、もういいや、もう一回アトラクターし、嫌がらせしちゃう。そうっすね、ロビーナ。いやまあでもうらら食らったからな。で、上からふわだり引いてくれば。それか、ちょっと適当っすね。え、無限アトラクターやりたすぎて。お、ファルコが出てきた。殴りたい。そう、これ殴るの相手普通にミスな気がするけどな。でも拾えんし。そうか、ドロー、ライザー効果ありがとうします。引け、運だけしろ、運だけしろ。ドロー金剣、
ってねえじゃねえか。打てねえじゃねえか。いや、西の風は強いですよ、絶対。え、もうアトラクター終わってますよね、これ。ああ、負けでいいです。くそー。拮抗勝負入れるか。いや、サラバには羽吹雪打っちゃいいわ。レーラーは、ひどいな。そうっすね。これ先行アトラクターいります？これ。1枚でいいや。これでいいや。キモいっすね。上から引いてきた壺が打てない。うん、そうっすね。先行で対戦よろしくお願いします。お、悪くない。とりあえず謙虚からめくっていこうか。ほい、無限。お、羽吹雪見えた。羽吹雪変えとくか。壺、六除外。アルミラヒータ、セレーネアクセス、アセンブリー、アセンブリー、ストリー、謙虚、金剣。あー、絶妙に弱いな。うららでも加えとこうか。無限ホールの方が強いかな。無限ホールの方が使えるかな。あー、うららかな。あー、どっちやろ。まあ、うららかな。なんか、ライストとかまで考えたら、うららの、うろろろ、うろろな気がする。無限歩容一緒に流れていくし。はい、地図ストーリーの初動です。これ。変わんねえ。じゃあ、ロビーナの方がいいかも。これであれやろ？止まって死ぬやろ？金剣嫌いやけん、飛ばそう。うわ、相手がチェーン考えとる。うわ、泡だった。泡は耐えてね。てか、そこに打つん？これもう一個あるってこと？あ、しかも違う。これ絶対イーグルンや、これ。ワンチャンここで止まったとき、これだって羽吹雪打てねえじゃねえか、バーカ、マジで。アホや。うん。あー、もうバカだ、もう。止められてないです。これ夢のマッチでいいな。召喚しますか。召喚するか。これうらら召喚できるやん。びっくりさせようかな、相手。ドレミファソラシガオ。烈風邸持ってきとこうか。初心者持ってきとくか。たまごっちの曲そこそこいい曲多いな。やばすぎ。すぐ外務の悪口言うやん。慎重で。ポットオブゴードン。ドヤウララ打ってやろう。てか俺、羽吹雪あるし、大概勝ってそうやけど。
ラバゴーレムでも夢の街から耐えてますよ。フォクシー効果ですか。え、じゃあチェーン地図効果、チェーン羽吹雪、これ最高にキモいな。ストーリー召喚でこれ絶対サレンダーされると思う。これウララ除外しとこう。でロビーナ効果召喚しますか。はい、慎重でいいか、このまま。で、イグルンだけ拾っとけばいいかな。前、あれやったかな、なんか、除外の不当たり全部手札に回収しようって、なんか、誰だったか忘れたけど。さすがに意味ないっすよね。最強や、相手手札まで無効になるの知らんかったんちゃうん、これ。このチートカード、ハーピーズフェザーストーム。え、これあれやん、あれじゃないん、やっぱ未知の風でこのデッキトップに戻す、ライザーで戻したやつ引くべきなんじゃないんですか。やっぱ金券、やっぱ金券微妙やな。なんかもっと、いや、強い。いや、強い。金券は、正直強いんですけど、デメリットかなぁ。いや、強いのは間違いない。正直。5点あったら抹殺抜いていいか。そんな余裕あるか知らんけど。こう入れようかな。うん、まあ一応いやー、これ通してもいいんかな、応用かな。いや、もう、毎回金券と一緒におる、マジで。死んでくれや。もうこれ撃つわ。止まってくれ。止まれ。見たい。痛い。いやー、俺怪しいと思うんですよね。なんかさっき墓穴で止められて、なんで墓穴俺クライオンやろうと思って、なんかすごいムカつく。この墓穴本来クラワンデッキで、せっかく強みがなんかそこにあると思うのに。は？貫通されたくね、これ。されてないか。あー、いや、されたな。いや、まあ、されてはないか。ちょっと2ドローでタイトルしたいと思います。スプラッシュメイジでデバッカーつって、2ドローして、自分空いてたんで2ドローっすね。ヒートソウルまで行って、メイジから。まあ、そこまではしゃあねえわ。許しましょう。未知の風。でもなんか、ワンチャンなんか強そうやけど。一斉の卵、卵、卵っち。声入ってますよ。はい。嘘でーす。入ってません。ワンドローされて。好きかって言うのじゃ。ああ、もう。こういうアトラクター世界一弱いよな。めちゃくちゃムカつくわ、上から引いてくるアトラクター。セット合計、セット合計にしようかな。やめた。
え、なんすか。あ、待って、あ、怖い怖い、セットするの怖い。イグルン、特艦、あー、イグルンかな。え、だって小ズサイとかどうするんですか、あれ。普通に入ってますよ、あのデッキ。治安悪い。あ、これヒーター飛ばさん方がいいな、多分この対面あれやな。ダメなんだよ、これヒーターで釣り上げるものが無数にあるんですよ、あのデッキ多分。特艦、巨身長、黄金質、拮抗、羽、G、弱くねこのデッキ。黄金室しかないんやけど、いや、お、初動がない。セット黄金室しようかな。もうこれ黄金室でロビーナ飛ばして突っ張りますよ俺は。え、でもそもそも無理っすよ、結局ここウララもあったら死ぬから。え、なんでですか。え、でも結局無理っすよ、未知。あ、やった、セットだ。え、ハーピってか、葵さん見てくれたんか。俺こんなクソみたいな BGM 流さんで、そっち見た方がいいよ。チー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 、なんで伏せてねえんだよマジで。地図でなんか起きんかな。起きねえ、うざすぎ。あーマジで、え、もしかしてこれ俺のミスってこと。もう適当に回して強いデッキじゃないんだよな。ディメンションアトラクター超重になってくれお前。チー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 、めっちゃ相手迷ってる。なんなんやろ。聖杯とかだったらな、涙出る俺。禁じられた聖杯だったらどうしよう。うわぁ。ダメージ計算前です。メイン2で。これドロー効果使えないんですか？なんでですか？なんで先発動してねえんだよ、あのセットカード触れたじゃねえか。避けるな。ツインツイスターだとどうすんだ。小ズサイじゃん。あぶねえ。さっきまでの茶番。怖っ。怖っ。あ、マジでおもろい。え？ちょっと言ったじゃないですか、さっきだからセットゴードンとかしちゃいけないんですって。マジで小遣いじゃねえか。
やばすぎ、俺のせい。やれって指示したの誰だよ。全部セットしてからどっか撃たれとったら止まっとるのおもろい。いや、やばすぎマジで。ガチで小遣いじゃねえか。俺だってこれさっきまでの壺と黄金室全部セット発動っすよこれ。治安悪。やばすぎ。マジで終わってんな。サンボルコズ無限耐え。え、これ初動弾いた方がいいかな。あー、ミスったかも。いや、いいか。あー、マジでひどい。セット合剣、セット金剣、セット黄金筆。そうっすか。はい、やばい、ちょ今ドキドキしとる俺。これ保存しとこ。これマジで治安悪いぞ。これは治安悪いな。同じ人やし、戦ってくれるんか、こんな治安悪いやつと。戦ってくれた。いい人や。増殖する G とアトラクター。先に G から投げないと投げれなくなっちゃうよ。セット、おお、相手セット丸々ちゃん。でもサークルとかセットサークルできんからな、速攻魔法だから。めっちゃ伏せるやん。おお、でも俺初動ないけど。地図、お、黄金筆やん。そうっすね、そうっすね。一応黄金筆もこれアトラクター、これ筆チェーンアトラクターかな。チェーンアトラクターで、いやー G 使えなくなってもいいか。いいやろ。若干相性悪いよやっぱこれ。アトラクター入れるのアトラクターだけでいいよ。うん、墓穴、穴墓これ止めれないんですけど、この抹殺。何この都合の悪い抹殺の指名者。めちゃくちゃ都合悪いよ。どうしようかな。え、なんすか。どうしよう、ロビナリーいくかな。ロビナリーや。2ターン後に回収します僕はあれを。イグルン効果チェン1、チェン2ロビーナ、チェンはありますか。無限法要で抹殺で宣言します。なるかもしれん。どっちリリースしようかな。最初に伏せたこれかな。あ、無限法要か。まっすぐに抹殺打つな。あ、打つよな。あれ、あ、ワンチャン打たんたかある。さすがに繋がらんか。いや、俺あの即断はしないんで。はい、なんですか。ああ、そうやって人の悪口しか言わんもん。円ペン加えて召喚しますか。はいはい、そのカード生贄に神通だった。美味しい。あー、これ使わんでいいんか。イグルンは、あ、バカ、おい使えよ。イグルン使わないかやんけ。うらら食らうぞ、おい。うらら食らっちゃった。ああ、めちゃくちゃだ。
おい、これ本当にグンダリズのノート書いたやつか。バカかよ。おい、障害者すぎる、マジで。おい、小関係なくなっちゃった。これ。おー、セット合金はするしよう。ちょ、セット合金じゃねえわ。まあまあ、相手の初動ないしね。いや、これ次のターンの初動を考えて、これしたんで。無理や。またうららで死ぬ。ひどいな。相手まあまあ事故っとるな。これはひどい。皆さん、ふわだりのノート100円です。買ってください。好評発売中だぜ。ひどすぎ、マジで。ターン終了です。どうぞ。ターン終了です。紙通も重いっすよね、なんだかんだ。何から入ろうかな。ロビーナからでいっか。ふわだりで使おっかな。なんかちょっと面白いな。なんかたまに使うと楽しいわ。すごい。通った。初心帳でいいかな。はい。え、なんでですか。これ普通に足りてるくないですか。え、どういうこと。やばすぎ。どう考えてもいらんやろ。え、何言ってるんですか。え、でもヒーターどうやって立てるんですか。うらら、うららか。やばすぎ。やりたいだけや。摩擦抜いて、ベーラーもいらないわ。あ、まあ、てかないとなんか通らんこと結構ありますけどね。めちゃおもろいやん。強い。確かに。え、待って、キッコーバトル引いてますよ。あー、でもあれか、チズロビーナか。ちょっと違うな。チズロビーナか、ちょっと違うな。え、でも俺嘆きますよ、これ。うらら一枚で死ぬから。あ、でもあれか。上級オルケンいいわ。上級オルケンいいやわ。うん、そうや。うわー、いや、マジでこれはきつい。会長。会長。まずいですよ、やらしさん。会長。うわー、スピニーまでいるか。いや、強いな。これは。ロアレイジ、ん？いや、
瞬か。ロアはガゼルで落としてるけん。ってことは、リソースバチバチの、ロアと、サンライトと、なんじゃ、ヒートソウルまで行くか、これ。結構、やばそうやけど。これ、ミラージュスタリオの制約忘れたんですよね。こいつなんだっけ。炎以外の効果は発動できない。ああ、じゃあ、あれか。あれ起動できんやん。あのサイバースの。あいつ。スプラッシュメイジ。ってことは、じゃあ、あれじゃね。ジャガーで、ここで作って出して、サラマンちょっと使ってましたよ。でも俺、ちょっと、向いてなくてやめた。なんかこのデッキ、あ、でもなんか当時はなんか、あんまなんかワンキルのギミックがなかったから、あんま使いたくなかったんですよ。G 食らったら、8000取れないから、なんか、突っ張るだけ突っ張ってアドは稼ぐけど、なんていうんですかね、なんかガゼル回収、そう、なんか、また旅も酔った。なんかこのデッキひたすら回すだけ回すくせにやっとることガゼル回収なんですよ。いいじゃないですか。え？いやまあそうなんですよ。でもアクセスとかって昔ってそんななかったんですよ。スプラッシュイメージもおらんかったし。なんか言うほどだったっすよ、多分。でなんかそれが嫌いでやめたけど、今のサラマンは別にいいかも。ライフ取れるし。あの、アップデートアクセスで、8000何本、さっと消えていくし。この前のCS、これで殺されたし。普通に、まあ、ありかもしれん。何が問題なんやろうな。俺、このデッキの弱点が何なんかようわからん。ニビルなんかな。サラマンってニビルきついんかな。どうなんすか、サラマンってニビル刺さるんですか。マジっすか。え、吉田さん、なんて言ってました。普通に刺さるって言ってます、ニビル。まあ、なんか、魔法引いとったら、あの、なんか、モンスター効果受けん方で耐えそうっすけどね。さすがにきついか。そんななんか、純制限カードに。ねえ、で、ロワーが確定しとるよな。ロワーが確定しとるから、とりあえず拮抗から入っていいか。バトル終了。イーブンディーバトル。発動。さすがにロワー打つやろ。ロンギって言われたらキモいな。耐え。ロワー踏めま、ロワー踏めました。地図発動で。効果発動。ロビーナ見せます。これストーリーでいいっすか。ストーリーでいいっすよね多分。あ、え、あーびっくりした。あー、なんでもないわ。いや、相手の墓地リソースちょっとでも入り取った方がいいかな。一応裏ららも引っかからんし、まああってもイグルン一応持っとくか。一応イグルン持っといて、ストーリーからでいいか。なんか墓地の効果逃げられるときあるかな。強化蘇生とかそんな変なもん入ってないやろ。墓地対象にしてもそんな悪いことなさそう。ジャガー飛ばしときゃきついって言ったからな。ジャガーだけ飛ばして、イグレン、いやー、エンペンやな。なんでですか。え、でも、打たしても別にじゃないですか。え、こっちでよくないですか？これ道の風からもう一枚踏みましょうよ。召喚しますか？いいえ。え？は？召喚しろよ。は？いや、せんでいいわ。は？はぁ、マジでニャラスさんうるさ。え？なんでですか？
やばすぎ。烈風でライザー使うか、これ。ライザーでいいっすよね。え、マジっすか。グルンと。あー、もう何でもいいです。負けていいですよ。相手、ハカーナか。サンライトと、え、まあでもとりあえず、え、はあ、確かにそうかもしれん。どうしよう、スピンにでもデッキトップに戻しとこうか。なるほど、まあ、結局イーグルに踏ませればよかったってことか。ちょっとドローしません、暇なんで。暇なんでドロー。あー待って、なんでイーグルン戻したんだよ。地図イーグルンできなくなっちゃった。あー、バトルフェイズないんだ。あー、墓地に拮抗勝負がある。除外したい、これ除外させてくれ。相手のデッキトップはなんと、これスピニー2000でよかったか、フォクシーでよかった。いや、フォクシーの方が良くないか。いや、フォクシーの方が良かったな。悪効果使われるやんけ、この地図。ちょ、ガバイガバイ、マジでガバイばあちゃんなんやけど、どうしたらいいんや。これはひどいな、ガバガバやな。いや、でも意外とミラージュスタリオってそんな複数入ってないと思うんですよね。だから多分意外とスピニー蘇生からあんま、ああ、そうか、まあガゼルに、で、ここ、これで、いや、そう、結局ミラージュスタリオ2枚目がなかったら多分、超えれんなんじゃないかな。俺、エンペンが刺さる対面ってもうなんか、そもそもないと思うんですけど、あんまり最近。鉄銃消えたし。これ刺さります？ちょっと刺さっとる。確かに。もしかして耐えですか？お菓子食べよ。僕の咀嚼音でも聞いてくださいね、荒井さん。ってめっちゃ悩んどる。回答ないんや。なんか出てきたけど効果使えんし、そいつ。あ、ひどい。ドライトロン。サレンダーされた。エンペンが刺さった。みたいですね。いや、最近ちょっとおもろいこと聞いたんですよ。今日は今日購入あったんで行ってきたんですけど。ドライトロンに、デストロイフェニックスガイのギミック入れてるのが最近ちょこちょこあって。まあまあまあ、別に、悪くないじゃないですか。これどうしよう。序盤に何にしようかな。未知の風でいいかな。ダメか。これ延辺除外せないかんか。紅葉食らった時に死ぬから。いやー、延辺除外せないかんのか。嫌やな。うん、まあ多分これなら確実に上級は引っ張れるかな。多分。これやっぱ延辺2なんかな。なんか1だとなんか、あー、オッケー。うわ、なんかこういう時嬉しいよな。なんか法要のこと考えて、この法要食らえた時とかってすげえ嬉しくないですか。いや、マジで、いや、射精はしないですけど。特感かな。特感にして、
法要うらら、法要うらら。そうっすよ。タイトル、タイトル、タイトル。え、俺ニビル食らったらどうしよう。俺ちょっと笑った。クラワンダリーズ。クラワンダリーズ。なんか言ってくださいよね、ラスさん。寂しい、寂しい。まあ、イーグルの拾えばいいんかな。え、なんすか？未知の風。え、これ、未知の風のサーチタイミングできた。しかもこれ、ワンドローできる。効果発動。イグルンを見せます。ワンドロー、なんか引け、チートカード引け。合金、セット合金できない。伏せとこうかな。突貫、マジっすか。突貫、え、でも両方戻す、セミさすがに。あーはぁ、ふざけんなよ、マジで。いや。ああ。いや、希少すぎ、それメイン？メインか。いや、キモ。マジっすか。そんなことある？これなんか相手サイバー臭いし、エンペ2枚垂れとこうかな。怪獣でなんか1枚消されたらキモいんやけど。え、いや、巨神鳥はリリースされたらエンペン消えるじゃないですか。これ俺怪獣怖いし、エンペンエンペンにしとこう。次の、いや、ヌメロンなら一応半分にすれば耐えてそうやから。そう、だからまあ、こっちでいいかな。いやー、萎えるな。このメインライスト食らったらすげー萎えるわ。ある程度リカバーはできるけど。エンペン、エンペン。ラバゴ来たらどうしよう。ライストラバゴで消えていくかもしれん。このペンギンたち。ほら、やっぱサイバーじゃねえか。まあ、読みは正しかった。けど、多分終わった。巨神鳥だったって。おーい、もうふざけんなよ。いや、もう割と正しかったかも。精神操作もやばかった。いや、これエンペンエンペンでいい気がする。俺のペンギンパチられたけど。ほんまや。おい、なんかあいつ地図ケールサーチ出した。マジでキショイキショイキショイ。だってサイバーリペアプラントって地図ケール持ってこれるくんも。え、待って、俺アナコンダにされて終わるやんけ。ポテコってめっちゃうまくないですか。最近ちょっとブームっすよ。なんすか、チンチン。やばすぎ。あ、チンチンって言っちゃった。俺バンされるかもしれん。俺バンされた。俺このチャンネルがバンされてしまう。消えてしまう。こんなにたくさんの人が見てくれとるのに、ニャラチャンネルに乗っ取られる。サレンダーされたんやけど。どういうこと？もうマジでどういうこと？もうこれマジで意味がわからん。怖い怖い怖い。怖いよー。教えてくれ。なんか都合の悪いことがあったんやろうな。羽吹雪言うてば死なんくね？いや、こっちっす。気づいたけど、羽吹雪打てば死なんくね。あと、アトラクターめっちゃ刺さるくね。
増殖する、うららベライラン、合金も微妙だったな、強いけど弱い、無限包容もいらんな、何抜こう、未知の風いらんかもこの対面、はい、これどっち取るんやろうな、相手先行くれるんこれ、スタンバイメイン、は先行取られた、先行取られてキモい、あいつ絶対あれやわ、もう分かった、もう絶対であのアナコンダギミック入っとるわ、あーまあ抜いてもいいですね、絶対相手アナコンダフェニックス、やばすぎ、マジでやばい、低評価1個突き、やり押しました、マジっすか、あ、違う、俺が全然関係ない他の動画のコメントがついただけだった、え、でも今んとこ0、0になってる、え、マジで押しました、え、ついてない、俺が無意識に削除したかも、てかもう俺チェーンないけん、勝手にしてくれ、ヘルツサーチされた、ヘルス、ヘルス、やばすぎ、どんだけバンサーしたいんですか、相手何持ってきたんだ、サイラーのオンヘルツ、セット合金できません、弱いですかも、セット合金できん、お、ディメンショナルバリア偉くね、レップーテアトラクターロビーナ、お前が欲しかったんだよロビーナ、地図イグルンプラスロビーナが出来上がった、これで美味しいですね、地図効果、お、やった、使ってくれた、オーバーフロー、でかい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 、これ、え、めっちゃでかくね、もう一枚地図貼りてえけど無理か、ロビーナからでいいか、いやダメや、イグルンから入れ、バカか、羽吹雪が使えんくなるやんけ、さっきも同じことしょった。通った。通ったんか。まあ、エンペンかな。んだっけ？んだっけ？はい、ロビーナ。やっぱ通れば強いんよな、このカードな。通らんかったときが、ん？なんすか？そうなんですよね。当たり前のことなんですよね。ああ、マジで、にゃらさん、大嫌いです、もう。チェーン1エンペン、チェーン2イグル、チェーンはありますか、ないです、夢の街回収、特艦召喚、これで一応4回かな、特艦効果で除外の地図でも拾っときましょう、サレンダーされた、通常はしてますね、しました、ん、夢の街はあのアトラクターで勝手に除外されてきました、相手があのオーバーフローで割ってきて、それで勝手にマクロ状態で割れたんで飛んできました、ね、でも全然低評価ゼロになってる、はあ、にゃらチャンネル、エンペン2枚か、エンペン2枚かスノールあるなら6000取れる、特化で拾って出すってことですよね、
特艦で拾うのとイグルンのとで、あれですよね。そうですね。まあ別にいいんじゃないですか。そんな無理してライフ取りに行くこともないと思うけど。ああ、さっきの盤面の話か。なるほど、なるほど。もう誰もおらん、マジで。うん。ああ、マジでめちゃくちゃ。休憩いつまでなんですか？え？あ、そう、意外とあれなんですね。休憩結構あるんですね。やば、ガチでやばいやん。そんなんでいいんですか？誰もおらん、対戦相手が。やば。いいな、俺もうどん食いてえな。あー、敵がいません。チーム組みますか。マジっすか。めっちゃいいじゃないですか。行きます。泊まりに行っていいんですか。女の子呼んだりしないんですか。やり、もうおらん、敵がおらん、みんな寝ちゃった。2時だ。もうみんな寝ちゃった。みんな寝り。はい。フワンダリーズ誰が使ってます？葵さんとやらしさんと。マジっすか。あー、なんかあれっすか、なんかカップルかなんかで来とった。なんか俺がおった時もなんか見たことある気がする。一回も当たったことない。もしかしたらフワンダリーズの記事読んでくれてるかもしれないっす。もしかして俺たちのあの構築を見てくれて使ってくれとるんかもしれん。めちゃくちゃ申し訳ない。もうマフージは抜けてったよ。もう直面も抜けてった。さすがに神戦も入ってねえな。完全に罠型不安打率じゃないですか。やめてくださいよ。にゃらしさんリスペクトじゃないですか。ちょっと誰もおらんし、ちょっと構築考えましょう。コレクターはさすがにいるか。最近怪しいかなって、なんか転移が入りだしたけん。なんか今日俺公認で当たった双剣がなんか転移入ってて、まあなんか結構キモかった。なんかアーダラとなんかアシュナで展開してきて、暴天候とかそっちから動き出すタイプで、トークンコレクターがなんか貫通されるんですよね。ベラー怪しい。双剣は人によるっすね。1か2か。でもなんか双剣入れとる人らもなんかまあミラーでちょっと強いかなっていうとこっすね。あの爆矢に当てれたらだいぶ爆矢タイヤとか当てどころはあるから、まあ、流炎から入ってきたらちょっとあれですけど、抜いてもいいか。抜いてもいいわ。そうっすね。いやー、でもこのピン合金もキモい。抜こうかな。抜いてなんか、いつの、
なんかあります？誘発で無限保養増やすか。あー、まあ羽にするか。なんか羽の方が丸いな。後手からなんか無限に1枚沈むぐらいなら羽でいいかも。うん、そうっすね。合金抜くか。いやーでも壺少ないかな。まあいいや、怪しいわ。なんかメイン1開始時っていうのがめちゃくちゃキモい。なかなかやっぱ未知の風とか合剣とも噛み合わんし、もう初手にないといけんっていうのは絶望的っすよね。リロード入れましょう。リロード、スタンバイ、リロード。手札悪かったらスタンバイリロードして合金探しに行くデッキどうすか。あれコストで戻さないですよね、リロードってちょっと笑ってしまうかもしれない俺。あ、敵おるわ。太陽ロ先行。うわー、事故った。テラホからかな。セット、テラホ発動。フワンダリーズ謎の地図をサーチ。セット2です。剣拳発動、 G 抹殺、金剣加えます。耐えて耐えて耐えて、金剣セット。いや抹殺だけ伏せれないんですよこれチアワリガチでおもろいな。金剣、突貫、金剣、夢の地図、うらら、羽。ゴミなんやけど、マジで。突貫しかない。加えるものが。ほんまに。で、こんな綱渡りなん、このデッキ。これ、しかも、包容引いとるけん。包容食らったら死ぬ。え、増やしてないはずっすよ。あれ、俺何入れたっけ、羽入れた。抜いたっす。え、俺何入れたっけ、入れたっけ、入れたか、入れたか。え、これ何除外しよう。イグルンでいっか。もうロビーナでいいかもうケアとか関係ないとか言い出すしな、これも。特貫効果使うか。使う、特貫効果はもうロビーナも使っちゃいますもん。あー効果、そうロビーナ効果通った、通ったでやんす。イグルン回収でやんす。イグルの召喚、あー怖い。効果通りますか、効果絶対なんか持っとるもん相手、思考中やもん。え、通るんすか。あー怖い延辺出しますよー特貫とイグル、マジっすか。まあ俺はどっちかは残すっすよそりゃ。これ未知の、いや夢の街やな。召喚しますか、しません。これ4体だよな。伏せ全伏せ。俺もうなんか羽は割り切って全伏せしようってした時毎回羽食らってるんですよね。お、ほんまや、すげえ。羽をデッキに入れたらそんなことができるんか。なんだってなんだってなん
それは悲願なんやけど相手悲願グラバーガチ悲願ちゃんあれ、あれガチ悲願デッキやん。これ成功時ライザーするか、やるならケルビデターとか、ケルビデライザー戻した方がいいかな。でもグラバーガトル使ったんやろ。あ、てかこれダンテ出てくるんか。これマジで悲願？事故ったあれじゃないんかな、事故った幻影じゃなくて、これガチ悲願。そう、ここでダンテ出てきたらもう終わり、ガチガチ悲願やるやんってなる。でケルビーに出てきたらちょっと怪しいケルビーにはちょっとグレーめっちゃ迷っとられてブレイクソード出てきたら迷うめっちゃ迷う。あ、でもケルビーに効果使えんわ。え、トロイメアフェニックス、もしかして効果をご存じないエンペンの。トロイメアフェニックス、あ、サレンダーされた。え、いえいえ、え、ガチじゃからん。トロメアフェニックスって入らないですよね。いやー、幻影。いや、でも、幻影にも入らないでしょ、トロメアフェニックス。ユニコーンでしょ、普通。やばすぎ、マジで。ロンギかな。気候も丸いかも、割と。後手なら。で、まあ、抹殺抜いとこう。延辺1減らそうか。未知の風も減らしても。未知風も抜いていいかも。これでいいわ。そうですね、まあでも抜いちゃった。え、待って、ドローフェイズ、はい、アトラクターチェーンありますか。あ、通った。40っす。あ、怖い。え、は、え、先行渡された。え、エンドした、今相手。え、あ、俺のターンからやん。は、え、どういうこと。え、なんかアトラクター打っちゃった、すごい勢いで。そっか、どういうこと。え、でもか一応アトラクター対象でチェーンでロビーナ使います。召喚します、ロビーナ効果。イグルン加えます。ターンエンドです。なんか相手のあれが分かんねえんだよな、怖いわ。うん、まあ普通にイグルンロビーナでいいか。フワンダリーズと、うん、やばいノラ。勝ったんじゃないかな。え、だってこれ G ウララあれやろ。え、相手めっちゃ思考中やけど、何が起きた。え、ニベル引っかかってないよな。1234だよ。このデッキ通常召喚やけ、なんか忘れがちやけど、普通にニベル引っかかるんやな。バカに展開しようと。相手またミスってくれんかな。わー、ライトニングストーン、魔法穴破壊。なんか、相手なんでみんな魔法穴破壊してくるんやろ。まあ、意味ないと思うんやけど。
マジで、マジで意味ない。なんかもっとあれした方がいいと思う。前割りの方がよっぽどキモいけどな。そうなんですよね。結局これでなんか妨害、あのライスト、え、出しました。もう、え、出しました。いや、そりゃそうなるよ。てか相手のデッキどういうこと、ちょっともうちょい見たいな、メインのカード。もうロンギジジーロンギウララを引いちゃった。ギルン召喚で効果発動、勝ち、勝ちです。あ、待って、これロビン、うん、確かに初心者はやっぱ強いと思うけどな。何持ってこよう、どっかで持っとくか。葵さんも入れません、初心者。わかんないです。イグルン変えとこう。ライザーって対象取らねえよ。取るよな。ああ、で、これでチェーン組んどる、聞いとるだけか、相手。え？え、なんでなんでなんで？なんでライザーの効果。あ、墓地がない。ほんまや。あ、じゃあチェーン G せないかんかったってことや。へえー、学びやな。確かに。そういや墓地のカード対象取らないかんわ、こいつ。え？でも特感、あ、ガバいぞ。うわ、スカラマリオンが落ちてった。さすがにでも、アタック、メイントゥーターンエンド。うらら投げちゃおう。ああ、疲れた。ライスト巨神鳥スキルドレイン。ちょっと待って、それは聞いてないよ。あれ、詰んだや。もう終わりや。もうストーリーで飛ばして特艦で拾うしかないけども、スキルドレインで終わりや。はぁ、あ。あ、拮抗勝負だ。エンドしようかな。あのモンスター除外しとくか。モンスターセットか。え、待って、これロンギヌスパンチで終わるからイグルンセットしとこうかな。いや、でも守備が一番高いの特感なんよな。13、相手のスカラマリオなんぼ800か。いや、イグルンでいいわ。こいつ一番いらんわ。もう上級ないし。
んかな。あ、え、待って、いや、ロンギヌさんな出して殴る。ええ、これで殴りますか。初眼、これ1エクシーズ出せるかもしれん。え、待って、ジョガイゾーンのロビーナが帰ってきたそうにしとる。帰ってきてもらおう。あ、え、これもしかして回収効果使っても SS できんくなる。いや、そうなんや。いや、まあいいや、勝ちでしょう。ちょうど1600や。いえ、一つなんかギリギリでタイトル相手効果無効のイグルン半分にしおる。一致すぎる。え、でも死んでなくないですか。1エクしたとこで結局多分。え、マジっすか。え、勝ってます。ロンギ伏せますか。もう伏せんでいいっすか。クラブハウスに力動かれる。ジーブスか。くっそ、あと400なのに。ライザー、そうっすね、ライザーあれでかかったな。アルミラからヒータ作れるんか。じゃあヒータで上から殴るしかないわ。マジっすか。え、なんすか。え、でもこれ以上伸びないっすよ。ヒータで殴るしかない。でガトルでグラバー蘇生されたらまたキモいな。スカラマリオンでもキモい。400っす。あいつ1600。殴る。殴ってスカラマリオンが2000で出てきたらマジでキモいんやけど。殴るか。いや、殴らんでいいか。3456地図あった。なら先にやっときゃよかった。でも結局無理か。結局だってセレーネまでしか行かんから。いや、地図貼っとくか。貼って終わるか。出す意味もないわな。あ、まあ一応出すか。出した方がいいわ。出したら除外ゾーンがみんな帰ってくる。帰ってこんわこのターン。まあいいや。結局な、そうっすね。これで相手ターン中にこの除外ゾーン全員相手バトル入ってきた。だったらアクセスで上からパンチして終わるかな。これが盾で追ってくれるんなら。これが、え、アルミラージュが帰ってこようとしょる。なんだって。あ、
待って、お前帰ってきたら回収できねえじゃねえか。あ、まあいいわ。アクセスいけますよ。セレーネ出そうか。バトル通れ。ほら、ひとしずくで半分にされたら負けや。キリケンキリケン、うざい。自分除外して割る。このターン、このターン動けないです。でもスキドレ割っとった方がよくないですか。これ除外、スキドレバルバ、これ負けそうなんやけど。もう疲れました、これで終わります。僕待って、地図起動させてくれた。放火で墓地の延辺でいいか。烈風亭でも勝ちじゃね。烈風亭でデッキバウンス手札バウンスしたら超えれんくね。いや、延辺でいいか。なんて出てきた。うわティアスケール落ちたんやけど。ティアスケールやばくね。あえて彼岸じゃねえじゃねえか。やっぱ幻影じゃねえか。はは、ファーファレル落ちてったんやけど。マスカレーナってこと？いや負けです。負けでいいです。
見たことない悲願がいっぱいおる。リビオッコとか。これ負けってことは、あの400すら削れずに俺負けるってこと。またダンテ出てきた。めっちゃダンテ使うやん。てかティアースケール効果すら使わずにダンテいくんか。バトル何アーベースでも出すってこと。さん、やらしさん、あれ？え？もうエンペン帰ってきた。なんで？うん？謙虚一向ドラクター謙虚弱全部弱いどれもいらん一向でいいや。え？これどうやって勝つの？勝ち筋がないよ。おますか？え、マスカレーナ殴るふりすればよくね。で、アーゼが確か。え、でこれでなんかガトルで蘇生してくれたら亀甲が刺さるでやんす。お互いひどいでやんす。じゃあ亀甲打ちます。アゼウスが消えたでやんす。地図でも貼るでやんすよ。もうこのイグルン、このイグルンゴミなんか。また延辺墓地行っちゃった。妖怪語や。さすがにおもろいけどな。え、これ無限ループってこと？ストーリー確かに。え、これエンペンが出せるってこと。また出てきたエンペン。もうサーチ先がないエンペンの。あ、サーチ先ないけん召喚権も増えんわ。ガチでしょうがないこいつら。あーもう全員ゴミや。もう合計。あでも地図がある。地図効果。ロビーナ見せます。あーもうない。リッキー中の不安なリズがない。ロビーナ効果。あーロビーナでロビーナ持ってきちゃった。イーグルでしょうか。さあ先がないです。うわ、ニビル降ってきた。
でもあのニビルが邪魔で相手動けんのちゃん、ガトルホーク爆発するだあれ。あでも無理や、あでも相手単中にあれだ、もう一回あれや成立する、相手単中にもう一回エンペン出てくるんちゃうんこれ。しませんしません、でファーファレル召喚するやろ、でここにチェーンでもう一回無限ループできる。また除外症連ペン、何回やるねんこれ。もう100回ぐらい見たぞこれ。これはひどいな。サレンダーされた。無限延辺。ああ面白いな。皆さんこの出来どうですか、召喚エンディミオ。嫌いですか、これどうですか、魔術師未回帰どうですかこれ。もう一回未回帰使いましょうよ。そうですね、その方がいいかも。ドライトロンとかどうですか、幻影どうですか。このヌメロンデッキどうですか。これどうすか、吉三郎ビート、トラブリッジ組みかけ、エンディミオ、ワンダリーズ、バクヤ、あれまた消えとるし、なんで戦火、わからふんだりずどっか行きました、ヌメロン、ガチヌメロンおったわ。何が足りてないんやろ、なんか1枚足りてない、なんやろ、なんか1枚足りん、車かな、探査車か、探査車2っすか、マジっすか、何が入ってないんやろ、あーピリレイスか、ピリレイスどうなんすか、ニビル引っかかるし、3っすか、ピリレイス3ですか、42っすか、サイドは？サイドは何入れるんですか？ 12 枚しかない。あ、でも D フォースがないわ。なんで D フォースがないの？いや、かもしれないです。なんか、最近なんか、すげえバグるんですよ。一戦だけのメロン潜って終わります、これで。あっちでこれで終わります。お、自然にじゃんけん負けてた、バク焼こうか、え、これガンマ当てるけど、え、これ当てていいっすよね、さすがに当てるよ、うらうらららら、うらうわうわわうわうわわわうわうわわわう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 わ
わう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 わあああああああはいっすマジで外事っすよね。俺なんすか、まあ、衝動メインだと思いますよ。ちゃいました。ちょ一瞬僕の配信遡ってみてください。おー確かにほんまや。ちょっとやってみるか。これウィドウ打たないかんのか。じゃあ34、じゃあこれもここでウィドウ打ちますよ。ここでウィドウ打たな召喚成功陣打たれて死んでしまう。召喚でこっち1枚しかないから打てないね。そのワットバードアタック、さよなら。回答はないだろう君に。確認なしにしとこう。確認なし。スクショしとこう。プリントスクリーン。あ、ついつい引いた。いやでも動かんな。一生手札捨てよったら。確認もなし。OK です。一滴引いた。エンドです。打てないですね。多分回答ないと思います。できないです。多分ガチで回答ないと思いますよ。終わりです。墓穴とかですか。割られたら、割られたら負けですよ。どう考えてもこんなの割られたら負けに決まってるでしょ。いや普通に死にますよ。ニッパチが場におるんやから絶対死ぬ。羽捨ててやろうか。耳返捨てとこう。なんであえてそれ。でもさすがにヌメロンでしょ。小遣い捨てよう。相手気づいたやろ、もうこの小遣い捨てで。回答ないんだよ君は。知ってんだよそのデッキ。メインの魔衝動ポン置きの回答がないっていう、ね、羽暴挙も捨ててやろう。流走権限いいですよ。一生それ使えんけど。あ、デッキ1枚減らしてくれた相手。確かに。これ羽入ってそうやな、サレンダー戦ってことは。もう羽打ちますこれ。もうやりますか。ちょっともうここまで来たら思んないっすよね。ナイス。レート戦でもなんでもない、ただの野良。性格悪い。
ニビで捨てた。ミニビですね。ほら、いっぱい見せてあげるよ、カード。無限法よ。あ、ミスティックバイパー見せてあげよう。はい。はい。え、こいつ待って。ミスティック、あ、サレンダー、サレンダー、サレンダー。うわー、スクショできんかった、サレンダーの。突然サレンダーするんや。あー、OK です。いや、でも、配信のに残っとるけん。保存しとこう。相手やっぱ回答ないんや。性格悪い、マジで。何入れようかな。先行取らしてくるやろうな、これ。はい、はい。D フォース入れよう、D フォース。D フォースと次元障壁とメタバース入れた。で、先行あったらリミカイ抜いていいかな。リミカイと、何入れようかな。何抜こう、逆に。ワンキル意外とないから、相手。ウィドウいらんか、先行だったら。あと1枚。小遣い1枚減らすか。OK。先行よこせ。うわ、先行取られたんやけど。え、でも待って。待って、俺。ボンマーシャルゲン、また同じことできるかもしれん。さすがに入れとるか。ツインツイスターあたり入ってそうやな。性格悪くなる、マジで。いや、これ普通にあの聖杯小ずさいで後ろ抜いて、聖杯で前向こうにして、うわ、竜炎までいんのか。それは強いな。いや、竜炎か。これで、ライスとかなんか引いてくれば、分からせれる。いや、これあれか。ニビルのこと考えんのやったら、探査者から入れば、あれは踏める、関翔は。いや、ニフスは重いな。聖杯2枚目、熱い。前は両方無根できる。小遣いで運だけでぶち抜くか。はい、小遣い発動。どっちだと思います？ちょっと考えてそうやけん、なんか後ろ側な気がする。こっち左な気がするわ。墓穴か。あー、割とどうでもいいな。これボン回しから入っていいかな。ボンから、いや、探査者から入ってみます。あんま意味ないけどな。ニビルもらうだけっすよ。ん、いや、墓穴別に食らわないじゃないですか。いや、ボン回していいわ。で、自分フィードにヌメロンネットワーク、そっちに魔衝動あげようかな。チキンレースあげます。ヌメロンネットワーク発動。バロネス効果は、え、あ、え、なんか確認なしになったと、マジ最悪、もう終わってるわ。あー、でも探査者召喚するが足りてるか。あ、もう最悪、確認なしになったけど負けたやん。もうマジでおもんないわ。これだってフィールド魔法相手んとかあったら貼れないっすよね、これ。あー、つまんねえ。さっきの確認なしのまんまになっとる、もう。試
CS。 あーなんかあり正直あり、ネメロ握ってよっつって、え、ちょっとお願いしていいですか、俺マジその方がよっぽどあの嬉しいんやけど。いや嬉しいですよ普通に。もういい、もうブンブン。え、でも後手っすよ。まあいいか、局所まで入れちゃえ。あとな、何抜こうかな、抜くもんがない。もうガンマもいらんか、ガンマはさすがにいるか。これでいいか、ポルターガイスト入れるかどうか。これこのデッキやば、ピリレース1枚減らすか、かぶったもキモいし。ピリ1枚減らします。後手、うわーやばいクソハン来た、いやでもトップであれ引けばいい。てか相手のハンド強えし、なんで毎回爆野初動なん。もうなんかダメっすか、初動減らすのダメかな。うん、俺マジなんか最近なんか双剣ってデッキ割となんか都合いいかなって思ってきた。なんか一枚初動ない割にワンダリーズよりはまだパワーある気がしますけどね、場のなんかモンスターの打点的に。確かに、なんか最近あのセンサ万別と神通とかであのエンデミオの先行展開まくれるっていうの知って、センサーチェーン創生魔導チェーン神通ってやったら全部流れていく魔法使い。確かに、でもこれあれあれか、上からあのヌメロンネとは聞いたら勝ちやわ。いや3伏せ、いやでもリブートあるやん、引け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 、あ炭素車、じゃあこれじゃあバロネスとあれを聖杯とウィドウ打って先打ちしとこうかな。ウィドウアンカー対象バロネスで無効になりました。じゃあ聖杯を発動対象石章でえ召喚パスファインダーサーチです。はかーなか、惜しかったな。でも意外とこのターン死なんかもしれない、相手あの竜炎で突っ張っとるから。いやありますよ、普通にだって あないわ、バロネスで無効にされて終わりや、いやと思うじゃないですか、効果の発動を無効にしてくれるかもしれんから、ヌメロンダイレクトが通るかもしれん。カードの発動を無効にされたら死にますけど、効果の発動を無効にすればライスト？遅い。セット。セット。もうドライバーか。伏せたカード見せません。
ちょっとおもろいわ。ヤブヘビ、ヤブヘビ当てたよ会長。うーん取ります。後手かな。ちょっとヌメロン、ニャラさん前日とか CS は出ないんですか。7はどうするんですか。え、あちょっと借りようかな。はい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 。ぽいっすね。もう一回やろうかな。え、ゴードン打ってくれたやん。相手もっと回答ないし、すぐで切れる。でもフィールド魔法にアクセス、やっぱピリレイス3だわ。いや強いっすよね。なんか俺こんな、なんか俺自分で回したらなんかそんな動かんないけどな。すごいなんか怪しいハンドクル。ついつい言っていいか、ダメか。いや、うららチェックしてから動いた方がいいか。あーあんのかよ。負けた。あ、待って。いやでも、ワンチャンウィドウでパクって。ワンチャンウィドウでパクってないかな。ウィドパクからの、いや無理か。バロネスパチって、いや無理だな。あ、耐えれるかどうかって感じ。このまま何もせずエンドするのが悪いかも。敵は一滴だって無効にされるし、バロネスに。終わりです。あーもうだ、強くね相手のハンド。グレシア負けたんやけど。いやー、それはちょっと強いっすわ。敵バレルキンスレンダーします。方向っすね。局所局所局所、ポルターガイストリブート抜くのは、さっき何抜いたっけ。リミカイか、リミカイ、ウィドウ、ウィドウは残しとったか。いやいや、でも前止めないと無理っすよ。バロネスが効果の発動止めてくるから。これポルターガイスいらんか。いいわ、ポルター。オルターみたいになってる。後手で、お、ちょっと未来ありそうやけど。つえ、ちょっと厳しいかな。強い。
竜炎までおるやん。もうそれが毎回できるなら俺も使うわ。聖杯、お、熱くね。え、これ普通に買ったくね。これ一回羽で様子見るか。羽安定やし、ついよ。常に確認、常に確認。はい、メロンネットワークはすごい。ここにチェンジですよ。そうですね。これウサギケアでダイレクト打った方がいいかも。ウサギケアでダイレクト打って素打ちした方がいい。そう、増字してないです。ライフ足りるんですか。普通に死ぬか、さすがにあっち死ぬか。どうなんやろ、3000に突っ込みまくればいいんか。と効果エクシーズ素材を取って効果発動アタック。で、バトルを行ったのでエクシーズ素材を取って効果発動します。バロネスにアタック。これ足りてなくね。え、これ足りてなくね。え、これヌメロ、ヌメロン、これ足りてなくね。これやりいや絶対渡してこんやろちょっと待って、てか俺らがこれプレミでな、こうやって死ぬんだったら絶対死ぬやん。ちょ、 D3 枚、いやスガル3枚か。もういらんかこれも。障壁もじゃあもう D プランに全台寄りしよう。小遣いも減らそう。やばい、小遣い全部抜いて局者にしとこう。うわ先行ください、先行ください。くれ来た、先行来た先行。いやでもうらら1枚で死ぬ。こうか、あ、取った。うわ。なんかあるっすか。弱いでしょ、暗転で死ぬんですけど。イーカム、ドゥーベイ、トゥリーニの3体でいいかな。ニビル食らうし。じゃあ俺は D フォースを発動するぜ。キモすぎる。これやられたら切れるわ。
これでもライスト、あ、ライストでも死なねえのか。でもライストでバック割られるやん。で、このままエンドでいいか。エンドです。え、いや、効果の対象にならない。で、ブルーディーが効果で破壊される。あ、龍炎効果だって。あ、負けちゃった負けちゃった。3000が上から出てきて負けちゃった。あ、龍炎折りかやん、あいつ。え、モンスターの効果無効です。いや、でもウィドウ打てんし。いいんすよ、これの処理に時間かけてくれるんなら次のネットワークが通るから。ああ、死んじゃった、死んじゃった、ブルー。ああ、でもね、ああ、タイヤ出てきちゃった。弱っ。何これ、龍炎1枚で死ぬやん。何にも強くないんですけど。てか逆にあれだね、逆に相手龍炎しかなくね。回答龍炎か、バック破壊系プラスアルファ。結局龍炎いると思うんやけど、誰も打点勝ってないし。暗転で耐えるか、あれ、そうだ、郵送権限加えられた、もう負けや。あ、でも相手待って、バルネス使い忘れろ、マジで。開口か使い忘れろ。あ、使わんかったってことは後ろになんかあるってことやな。スタンバイにこれ、ひとしずくのコストにしてやろうか。スタンバイついつい、スタンバイついついチェーンひとしずくかな。チェーンウィドウで。いや、でもこれピリレイス残しとかんと、あの後ろがバック破壊系だった時に終わるんですよね。バックっていうか、あのゴッドバードアタックだった時にヌメロンネットワーク消えて終わるんですよ。ピリレイスは残さないかんないけど、ついついのコストをどうするかなよ。ウィドウでいいんか。ダメなんですよ、あのひとしずく無効にされるから、バロネスに。あ、ここに使ってくれるか、バロネスは。え、ひとしずくだってモンスターコストにしてないから無効にされますよ。あ、ウィドウ、ウィドウするしかないか。いや、ウィドウするしかないで、ここにバロネスを使ってくれると信じて。待って、なんか1枚消えるぞ、効果使えるやつが。あ、え、あ、パスファインダーなんだ。チェーンはないです。ついついじゃん、やっぱ、やっぱあると思ったわ、絶対あると思った。いや、バロネス赤章っすね。いや、多分ここで無効にされるけど、一応通りますよ、ヌメロンギミック自体を。これでピリリス残したから、いや、いや、いけるわ。これで持ってきたヌメロンウォールを召喚すれば一応ネットワークにつながるんで。パスファー対象にされたけど大丈夫、止められた。 OK、 これで妨害赤章だけになったんで、あぶねー、セットしたら死ぬとこだった。これ、うららで負けです。なんと。ミスティックバイバー持っていきますね。
こうか。フリチェなの偉いな。関翔に引っかからん。応用もよける。さあ行ってこいお前ら。ドンドドン、ニビルで負けです。え、待って、あれ竜装権限やあのハンド、勝ちじゃね。え、待って、でも俺の体力3150しかない。の体力3150しかない。どれですか、何ですか。え、3ですか。あれ出すか、待って、俺これライフ終わったんやけど、これやばい、メイン2に入らない、俺ライフがないけん自爆特攻できんくなった。あ、待って、死乳にゃは、死乳にゃワンチャン歩くね。メガトンゲールのがいいかな。死乳にゃで前除外はなしっすか。え、帰ってこないっすよ。前除外は除外一生っすよ。ただそのターンの間ガラ空きになるから相手の流走権限で終わる。ダメや、これ出すしかない。相手のハンド流走権限確定っすよ。終わり。超えてみろよおい。メガトンゲール超えてみろよ。そうっす。回答あんのかな、回答あるか。どうやろ。打点4000超える方法ってありましたっけ、あのデッキ。あ、あるわ、ある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 。昌栄がおるわ。昌栄が3000やろ。で除外10枚作られたら負けやからやばいかも。ちょっとやばい。これでいいかも。握ってほしいな。普通握ってくれたら嬉しいよりではある。うん、意外と超える手段ないんちゃう。関翔、関翔になった。いや、もういいよ、分からんでも適当に、あの何、うわ、なんか入っとんやけど、もうなんでそのギミック入ってんの。もう負けたんやけど、エクシーズ隊との戦闘で負けた俺。メガトンゲール写真撮っとこう。負けました。エクシーズ隊との戦闘で負けるメガトンゲールさん、